ございます。今日は普通の平日の7時40分です。もうね、ご飯食べてちょっとしばらく経ってるんですけど、これからねジム行って、仕事っていう感じですね。昼休憩にね行ったりとかする時もあるんだけど、仕事前のサラリーマンってこんな感じなんじゃないでしょうか。はい、まあ、前職のねリクルートの時はもう朝行くしかなかったというか、トレーニングのやり方がね、まあ、ストレッチとかも軽く10分ぐらいして2時間半ぐらいトレーニングみたいな感じだったんですけど、まあ、今はねコンディショニング1時間でトレーニングがだいたい1時間から1時間半っていう感じなので、まあ、あの昼休憩でもね行けるって感じですね。コンディショニングはねある程度腕周りとかコンプレフロス巻いたりとか、それ系は家でやってからでもいけるので、まあ、今日はねそのルーティンで行こうかなと思ってます。この後コンディショニングしようかなと、大会終わってから1ヶ月が経ちました。9月1日だったんですよね。で9月2日がオフを取って、で9月3日から始動って感じだったんですけど、9月29日、なので今日ね10月3日なので3日前ですね、9月29日までオフなしでやってきました。まあ、コンディショニングを今までちゃんとやったことなくて、まあ、それでね体がバグってやれたっていうのもあって、カフェイン錠剤飲んだりとかねしてたのでだましだましやってたんですけど、9月30日朝起きた時本当は動画撮ろうと思ったんですけど、体が全く動かなくなっちゃって限界迎えました。9月30日、10月1日は、まあ、多めにね食べていっぱい寝るっていうことをしました。で昨日はハムケツとサイドレーズだけやって、はい、まあそんな感じで、まあ、オフ大事だなっていう感じなんですけど、結局ねオフ入れちゃうと7日サイクルになって週1になっちゃうから、それが嫌で6サイクルで頑張って回してるんですけど、まあ、いろいろ考えなきゃいけないなって感じ。はい、まあ、この後はジム行く前にちょっとやったりとか、ちょっとねもう軽く仕事はしたんですよ今この7時40分の時点で。でめっちゃいろんなものね今週買ったから見せたい。見せていいですか。はい、よいしょ。もうなんか顔がやばい、顔がやばいっていうか自分しか分かんないかもしれないけど、ブサイクすぎ。まぶたがねもう重いんですよ。なんか最近奥二重なんですけど、なんかめっちゃねまぶたが重くなる。なんか体調悪いというか疲労が溜まってる時、顔がむくんでる時はめっちゃここがなんかね分厚くなる。逆に熱出てる時はめっちゃ二重になる。はい、まあどうでもいいですね。でね買ったのが、まあ、あの前回届かなかったっていうこのレンズですね。これはフルサイズ用の、E マウント、まあ、いわゆるソニーのカメラのレンズ。ただサードパーティー製っていうね、あのソニー純正じゃないんですけど、まあ、なかなか使えるやつ。タムロンの 20mm40mmF2.8 っていう、はい、今使ってるレンズが F 値がどんぐらいなんだろう、あ 3.5 だな、 3.5 が最小なのでだいぶ明るくなるなっていう感じですね。ただあのね今使ってるやつがこれフルサイズなんですけど、今撮ってるやつは APS-C のセンサーなので、まあ、使えるんですけどクロップされちゃうし、 F 値がこいつの持ってるスペック全部出せないので、まあただフルサイズじゃなくてもこれ結構綺麗なので、はい、ぼやかしとか背景ぼかしとか強いので、まあ使っていこうかなと思ってます。で結構僕外で写真撮るのがすごい好きで、三脚問題すごいあって、今のやつもでかくて、あのでかいというか長いバッグの中入らないっていうのでずっと欲しかったやつがあったんですけど、これですね。これめっちゃ軽いの、 700g ないぐらい。購入メーカー逆じゃん。ヴァンガードのねベスタ 204CB カーボンですね。これめっちゃ軽いの、バッグの中にも入るし、ずっと欲しくて予約しないと買えなかったりとか、ほとんど売り切れたりとかしてるので、僕は予約でちょっと待ってましたね、ずっと。これだったら旅行先でね写真撮ったりとか、まあ動画もね、まあ僕ジムで動画撮ったりとかするので、こういうちっちゃいのがあるとね、あの家の近くのジムじゃなくても撮れるっていうのはメリットですね。であとメインこっちっすよ、こっち。うわ、箱に何も書いてないじゃん。知ってますか皆さん、これユニクロ C の
スウェットワイドパンツです。これをねグレーとブラウン変えました。まあ、ブラウンはねなんか私服でも使えるかなと思って買った。まあ、黒じゃなくてあえてね、黒はねなんだかんだ持ってるから、ブラウンはなんか私服でおしゃれする時にもなんかあの服と合うかなみたいな感じで想像しながら買いました。なかなかね売ってないからオンラインで買いましたね。今日はね暑いかな、暑そうだけどこれ着たいから私生活で着ることまだないからこれ着てトレーニングしたいと思います。どうしようかな、何着ようかな。ここ絞れるとトレーニング中邪魔にならないし、あと可愛いね。結構パラシュート系のねパンツとかも履くんですけど、いいね。今年はなんかスウェットが着てるみたいなので、L サイズ買ったのでぜひ参考にしてみてください。僕身長174から5センチ、その日のコンディションによる。ただ僕ね足長いんですよ。まあなんか自慢とかじゃなくて、あのボディービル的にはそんな嬉しくないんですけど、結構足腰の位置高くて手足長くて、だからまあそれで僕 L でちょうどいいんですけど、ウエストがそんな太くないんでね、そこがいつも困るところですけど、まあ別にいけないこともない。でまあいつも通りね買い直したいんですよ。これ500円ぐらいでユニクロで売ってるタンクトップなんですけど、今日はこれ着てね行こうと思います。こんなトレーニング以外のとこ興味ないよって人多いと思うんですけど、あの そういう人はあのトレーニングのところまであのダブルタップで飛ばしてください。こっちはブラウンですね。ちょっとね赤みが強いから僕はすごい好きです。赤い服好きなので、これはねまたどこかのおしゃれしたい時に履きたいと思います。まあそれかジムで履いてるかもしれないんで、どっちでも履いてるかも。Disappear.
something that you do to me is chemical. I know, I know, I know it is illogical. Something that you do to me. I'm the one with a broken heart, waiting for you to come out and save me. I'm a mess, need to untangle. And I'm a fool for you, baby. Fool, fool for you, baby. Waiting for you to come out and save me. Fool for you.帰ってご飯食べたいんだけど、買い物をねちょっとして帰りたいので、スーパー寄ってから家帰って仕事って感じですね。はい、丸越です。バナナがね欲しくて、昨日ねスーパー行ったんですけどバナナ買い忘れてて、バナナを買います。シャワーも浴びて、トレゴのねご飯、オートミール 40g とバナナ 100g、プロテイン1スクープだから 30g かな、あとグルタミン、クレアチン 10g ずつがこの中に入ってます。あと蜂蜜か、蜂蜜大さじ1杯ぐらいかな。まあ、シナモンはカロリーないので省きます。これ食べて、まあ仕事ですね。ちょっと2食目が11時になっちゃってるので、今からねまた仕事再開していきたいなと思います。デスクトップのミッキーが可愛いですね。